はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、2022年もね、残りわずかになりました。12月24日土曜日です。さあ、今年のね、楽天モバイルの話題ね、まあ、楽天モバイルだけではないかもしれないんだけども、やっぱり年内にこの情報はやっぱ残しておくべきでしょうね。電気通信事業法改正によって本当の無制限になりましたね。嘘から誠にね。皆さんもね、ご存知の通り、楽天モバイルね、データ無制限、いくらつけても無制限ね。0ギガから3ギガまでは980円で、それを超えたら5ギガまでは1980円。うん、違うね。そうか、3ギガ超えて5ギガまでだっけか。10ギガぐらいじゃなかったか。そんな少なかったかね。で、もう分からなくなった。10ギガ、何ギガだっけね。楽天モバイル980円、1980円、そして2980円ね。まあ、この3段階だから、20ギガまでがあれだっか、1980円かね。でそれを超えたらね、超えたらというか、それを超えても2980円でね、税別で使いたい放題だよっていう、そういうのが売りだったんだけど、これが真っ赤な嘘だったんだよね。で、楽天モバイルが登場した時は、まあ、結構ものすごい売り文句だったんで、わーってなったんだけど、実際に使い始めたら、速度制限されるんだね。で、これが地域によって、その10ギガ使っても15ギガ使っても速度制限されないよっていう書き込みもいくつか来ました。で、うちらの地域はだいたい7ギガ8ギガぐらい使うと10ギガいってなくても速度制限食らうよっていう地域の人もいました。で、やっぱ多くが10ギガ使うと制限されちゃうっていうね、そういう報告が平均すると多かったのかな、まあ、全体的に見るとね。それで、これは楽天モバイルだけに言える話ではなくて、楽天モバイルが登場する前、例えばこのチャンネルで言うと、富士 Wi-Fi とか iVideo とかね、のぞみ Wi-Fi、モナ Wi-Fi、ギガトラ Wi-Fi ね、P-Wi-Fi ね、いろんな情報を扱ってきたんだけども、ソフトバンク系のレンタル Wi-Fi ね、これは昔は無制限だったんだよね。で、今はもう50ギガとか100ギガまでとかそうなっちゃってるんで、無制限っていうのはないです。ただ厳密に言うと、じゃあ昔は本当に無制限があったのかっていうと、本当に規制がかからないものがありました。で、ただそれは法人用の端末サンマリオン ZT とかね、そこら辺のやつで、それはね本当にかからないね。で、それ以外の一般用のやつ IV501 とかね、603、602かね、一般用がね、下が法人だ、あ、どっちだ、逆か、どっちがどうしたっけね。あ、下が Y モバ用だ。1が1と2でどっちかが一般、どっちかが業務用ね、そういうのがあって、その端末によってかかるかからないっていうか、それ専用のシムサンマリオンとかはね、かかるかからないというのがありました。で、あとはシムフリーのシムをぶっこんで使うタイプね、それはもう全部同じ、シム単品の貸し出しと同じね。で、前はね、本当無制限というのがあって、元気なおじいもアイビデオから今借りてるシムの1個が無制限、サンマリオン ZT の無制限も何個かね借りてます。でも実際には速度制限食らいます、これね。あ、これもともと昔からです、これね。それで、この速度制限は食らうんだけども、楽天モバイルが言っていたのはデータ無制限なんだよ。これは
レンタル Wi-Fi に乗ってるからそうだけど、無制限なのに何ギガ使ったらあの速度制限を食らったって。でこれがあの速度の制限を食らっても容量の制限を食らったわけではない。だ例えば楽天モバイルもその手法を使ったので、データ容量無制限、いくら使ってもね、上限が2980円の消費税っていうね、そういう歌い文句でやったんだけど、実際にはあ一定1日10ギガ以上使うと、最初はどれぐらいだったのかな、3ギガ BPS ぐらいかな確かね、もっと低かったっけか、ね、1ギガぐらいだかね、まあ、あの速度制限をされた。ただ速度を制限されても電波が遮断されるわけではない、使えなくなってしまうわけではない、ただ遅くなるだけなんだよね。で今まで Y モバイルとか、YMAX とかなんかは何時以降は、ね、1 Mbps とか 3 Mbps とか、あ遅くなるんだけども使えるよっていうね、だからあのデータ容量すごいいっぱい使えるなって結構チヤホヤチヤホヤされたんだよ。なんだけど楽天モバイルが同じことをすると文句しか言われないっていうね、この扱いの違いは何なんだろうってね、おじいも不思議に思うんだよね。だ回線があの切断されちゃうものってあるじゃん、実際にあの SIM の契約なんかでもね、キャリアとかそういうのもさ、もう通信自体ができなくなっちゃうじゃん、速度制限じゃなくて、そういったものもあるじゃんね。だそれなんだったらデータ無制限ってインチキだよねって言うけど、楽天モバイルはデータ容量無制限でやってるんで、ただ速度はね、速度は遅くなるかもしれないけど、それはね、前あの地域環境を何人ぐらい使ってるかとかね、それによってやっぱ変わってくるよってね、トラフィックによって変動があるよ、保証するものではありませんよっていう、これはあのどこでも同じことなんだよね、全く同じで。楽天モバイルがちょっと前にね、視聴者さんからもコメント投稿もらったんだけど、この本当の無制限になって、速度がね規制されなくなったからね、使い方がいいよとかね、あとみんながね、ドカッとこう やめてってくれたから、空いてるからすごい使い方がいいよとか、そういう投稿をね最近いただいています。で今回のね内容は、いつからそれが撤廃したのか、その速度制限撤廃したのかで、ネット見てみるとだいたい10月20日にはもう速度制限がね撤廃されていたっていう、試した人のデータが元になってわーっとニュースになってるんだけど、まあ10月20日っていうとおじいの誕生日、このメインチャンネルがハッキングされてバンクになった日だね、これがね。本当ね。じゃあね、ちょっとこのね内容を見てみましょう。楽天モバイルの1日あたりの容量制限がこっそりと撤廃された、試してみようね。でこれ、まあ、このタイトルがだから今言ったことをベースにすると、容量制限ではないね、これ1日あたりの要は速度制限だね、これね、10ギガまではマックス、それ過ぎると速度がね、制限されますよっていう、3ギガ BPS ですよとかね、5ギガ BPS ですよっていう、そういう制限になりますよってことで、容量が別に制限されてるわけではないっていうね。これはもうレンタル Wi-Fi 時代の時に散々ここの違いね、分かってる方は分かってるけど、分かんない方は分かんない、だから時代がぐるぐる回るっていうか、みんな引っかかるね、だみんな無知でしょ、だこれがベースになるんだよ結局、法の網目をくぐるっていうかね、そういうもんなんだよ。おいしい、喉痛いからね、喉が痛いって言うと、おじいそれオミクロンだって言うんだけど、暖房を入れるとほこりが舞うね、でそれで喉を痛めるね、それで喉を痛んだよ。なんかイソジンガラガラやると一発で良くなるんだけどね。はい、じゃあね、先行きましょう。楽天モバイルの料金プラン楽天アンリミットは、自社ネットワークでの通信容量を無制限としていることが特徴です。そうだね、容量は無制限です。
しかし実際は1日に10ギガ以上通信すると日付が変わるまで通信速度を制限する運用がなされています、ね、それは速度の制限、データ通信容量の無制限ではなくて通信速度の制限だから、そしてだって容量は無制限は守ってるわけで、ね、速度の制限するよっていうのはあの米印でみんなどこでも書いてあるんだよね、これはね。しかし2022年10月、 SNS などで1日に 10GB 以上の通信をしても速度が落ちなくなったとい う報告が相次ぎました。そのことが本当なら筆者が追い求める固定回線代わりに使えるモバイル回線としての理想型に大きく近づいたということになります。おじい、ここでハッて思ったんだけど、おい、おじいのチャンネルでドコモの回し物いっぱい来てたろう。ドコモのこれがなんとか電気で1円だとか無料だとかで、どうせそんなものをちょっとやったらすぐ制限来るだろうって、うちこれは無制限で使えるよ、全然大丈夫だよってあっただろう。それ持ってる人たちどうなんだよ、その後どうなったんだよ、ね、だからこの記事を書いてる人はそれを知らなかったの。ドコモのあれをでタダでもらって契約すれば無制限なんだよ、 5G も。それを使えばいいじゃん、固定回線代わりに使えてね、それでいいじゃん、そっちの使えばいいじゃんね。でもあれはね、場所の移動ができないんだよ。契約したところから離れたら止められてしまう、ね、で本当のところはどうなのか。今回の5分で知るモバイル通信活用術では従来の速度制限について振り返りつつ、この情報が本当なのかどうなのか検証していきます。楽天アリミット2から始まった制限、あ、そうなんだ、2から始まった、1から2早かったからね。楽天モバイルのキャリアサービスは試験サービスである無料サポータープログラムからスタートしました。この際はデータ容量無制限0円という謳い文句通り、明確な敷地を設けた通信制限はありませんでした。しかし2020年4月同社が商用サービスとして楽天アンリミットの提供を開始すると SNS でユーザーからの報告で1日あたりの通信容量に制限を設けているらしいということが判明しました、ね、でもこれは契約者全員が速度の制限を受けていたわけではないよね、これね。おじいのチャンネルの楽天モバイルの初期の頃の動画をね見ていくと、この速度に関しては結構呼びかけて、皆さんどうですかって聞いてみた。それでやっぱ制限がかかる人、かからない人、じゃあかかるのにはどれぐらい使ったらかかるのかとかね、そこがねみんなまちまちだったんだよね、ほんとね。制限の内容は1日 10GB 以上通信すると日付が変わるまで通信速度が制御されるというもので、制限中の通信速度は当初上下最大 1Mbps 程度とされていましたが、4月末までに上下 3Mbps 程度に緩和され以降定着することになります。あ、3だったんだ、もっと5ぐらいまで上がってなかった、そこであれなんだ、1から3になって終わりだったんだ。そう、ちょうど秘書はこの時期引っ越しを行いました。一時的に固定インターネット回線が使えなくなったこともあり、検証を兼ねて楽天アンリミットを固定回線代わりに使ってみたのは過去の連載にもある通りです。そう、おじいもね一言じゃないよ、本当引っ越しね、まあ近い将来引っ越しをして回線困ったなっていうね。だからハイビデオオンリーで行くかどうしようね、速度の
制限がね結構厳しいんで、まあ、楽天モバイル契約して動画アップしようかどうしようかね考えてんだよね、おじいもね。確かに1日に10ギガ以上通信すると当初は上下1メガ BPS 程度、4月30日以降は上下3メガ BPS 程度に速度が制限されました。楽天モバイルは特にアナウンスをしていませんでしたが、確かに1日あたりの通信量による速度制限はあったのです、ね、でもサポートにしろと言わせてもあのとぼけるばっかりでね、あの隣のおばちゃんと話してるようなもんだからね。ただ UQ コミュニケーションズが提供する YMAX2+ における通信速度制限と比べると、日付が変われば解除される、制限がリセットされるということと、4月下旬以降に限ると速度も少しは出るということで、複数の機器で一斉に通信させなければなんとかなるという結論に至りました。確かに1日10ギガ制限はなくなった模様、実家固定回線を置き換え、仮に SNS の情報通りに楽天モバイルが1日10ギガバイト制限を撤廃したとすれば、楽天モバイルの自社エリア内に住んでいることが前提となりますが、税込み月額3278円で固定インターネット回線代わりに使える回線としてより便利に使えます。そうだね、あの NTT どもの、ね、なんかこういうのを指して使うやつに比べたら持ち運びもできて無制限で使えるんだったらね、いいよねこれね。2022年12月現在、楽天モバイルからは自社ブランドのモバイルルーターとして楽天 Wi-Fi ポケット2シリーズが発売されているほか、同社回線で稼働が検証された SIM フリーのモバイルルーターやワイヤレスホームルーターも存在します。あのパッド Wi-Fi のことかな。だけどああいうの使うと その機種に依存するじゃんね、速度が出ないって。こっちで使うと出るで、こっちで使うと出ないとか、あのそれがあるからさ、パンダ Wi-Fi どっかに残ってたよな、どっか。もう今出てこねえけどね。同社回線での稼働が検証された SIM フリーのモバイルルーターやワイヤレスホームルーターも存在します。 Android 12以降を搭載する Android スマートフォンなら USB 接続の有線 LAN アダプターを用意してイーサネットテザリングをすることで、より固定回線ライクな使い方をすることも可能です。筆者は最近実家で暮らす両親の通信費を節約すべく固定インターネット回線を解約して楽天モバイル回線アンリミット7で、代替しようと検討していました。しかし1日 10GB 制限が頭をよぎって踏ん切りがつきませんでした。そこに出てきたのが冒頭で取り上げた1日 10GB 以上の通信をしても速度が落ちなくなったという報告です。これが本当なら固定回線の置き換えに十分使えます。そこで10月のある日に検証してみたところ、確かに 10GB 以上通信しても速度が低下しません。当面は大丈夫だろうと判断し、かつて検証に使ったモバイルルーターを実家に持ち込んで固定インターネット回線を楽天モバイル回線に置き換えました。固定回線の月額料金が気になってしょうがないという人にとって、楽天モバイル回線を固定回線の代替として使うという選択肢は現在のところは有力と言えるでしょう。ただし他キャリアの携帯電話スマートフォンを契約している場合、場合によっては当該キャリアのホームルーター用プランまたは固定回線をセットに契約した方が安上がりになる可能性もあります。特に家族で通信キャリアを揃えて契約しているという場合は、しっかりと計算をしてから実行に移してくださいね。ポッチには関係ない話だね。また楽天アンリミット7の容量無制限はあくまでも楽天モバイルの自社エリア内限定です。 au の 4G LTE エリアのローミングには適用されませんので、使う場所で楽天モバイルの電波が入るかどうか確認することも忘れないようにしましょう、ね。
まあ、おじいの住んでるあのここはね、ものすごく楽天モバイルの電波の入りがいい場所なんです、実はね。なぜ1日10ギガバイト制限を撤廃したのか、ここだね、問題は。楽天モバイルにおける1日10ギガ制限の存在は、筆者を含むユーザーの検証で明らかになったものです。その制限が撤廃されたらしいと分かったのもユーザーの検証がきっかけでした。何が言いたいのかというと、新式サービスが始まって以来、楽天モバイルは通信制限の条件変更を一切アナウンスしていないのです。そこなんだよね。楽天モバイルだけじゃないけれども、ワイマックスにしてもワイモバイルにしても、ちゃんと説明してるプランもあるでしょ。でも安くて1日何ギガで安く使えるよっていう、あれは正式なプランなんだけども、そうでない普通の本当の使いたい放題プランってあるじゃん。であれも一気に使うと実は制限食らうでしょ結局。でキャリアのやつも1日で何ギガ以上使うと速度制限食らうとかって、そういうのもあるでしょ結局。で中にはさ、ないよっていうのもあるかもしれないけど、ないよって言ったってその人がないよって言ってるだけで、他の人はあるよっていう人も多いわけだしね。これがね、通信業界の本当の闇の部分なんだよ本当に。で地域とか、要はトラフィックによるってやつ、結局そこに全部都合よく押し込んで無制限を歌いつつ実は制限しまくりっていう、そういうインチキ業者ばっかだったんだよね結局。でレンタルワイファイの世界なんかは、元を正せばみんな同じソフトバンクが出したっていうか、正規代理店が不正に発行したやつとかで、みんな同じ方式がね、だけどなんとか Wi-Fi っていうね、そこに卸し先がいっぱいあって、なんとかここはダメだった、ここは制限した、ここはいいのかなって、ユーザーは同じお釈迦様の手の中で、これがダメ、ここはどうだろう、ここだろうって、ぐる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 回って、そのたびに自分で登録手数料だなんだかんだ取られながら、ぐる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 回ってる人たちがね、いっぱいいたよね、本当ね。ではなぜ10月に突如1日10ギガ制限が撤廃されたのでしょうか。そのヒントになりそうなのが、9月に改正された電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインです。この間もほらちょっと消費に関する内容を触れたよね、別件でね。で薬品とかね。でこのガイドラインの電気通信薬務の内容第3号の第7項には、その他の利用制限ねという項目があり、以下のように明記されています。これまで挙げたことの事項の他に、電気通信サービスの利用に関する制限があれば、その旨も含めて説明しなければならない。その例として、電気通信事業者が意図的に電気通信薬務の利用に関わる制限、ネットワーク上の混雑回避のための待機制限と、あらかじめ定められたデータ使用可能容量を超えた場合の速度制限等を実施している場合には、その実施内容に応じてその制限の内容を説明する必要がある。だ今までは公平にユーザーの公平に使うために制限する場合で、この米印1個だけやっていけば問題はなかったけども、それを悪用するからね。だからこれでものが増えた。で待機制限等にかかる制限の内容としては、制限に該当する基準、大量に通信を行う特定のユーザーを対象する場合は、制限の対象に該当する通信等を、特定のアプリケーションの通信を制限する場合には、当該アプリケーションの名称を言う。例えばゲームのインターネットがダメとかね、こういう使い方がダメとかね、1日何ギガ以上ダメとかね。制御の発動条件
こうなったら食堂制限になりますよっていう明確なね発動条件、制限の対象となる時間帯、何時から何時、場所、ね、何これ頻度、制限後の水準と、大体何ギガBPSぐらいまで速度が下がるよとかね、なお制限に該当する基準が複雑な場合には説明時には制限の実施される代表的な例を示し、詳細については契約書面で確認するよう説明するとともに、消費者が問い合わせた場合には適切に回答できるようにすることも可能である。楽天モバイルのサポートみたいなね、何も知らない隣のおばちゃんと喋ってるようなね、委託っていうか、もう自分たちのグループにしたんだよね、ああいうサポートではね全然話にならないと思うけど、ね、この期日自体には改定前からあり、改定後もこのまま、存知されることになりました。しかし改定に伴うパブリックコメントを募集した際に、ある個人から以下のような指摘がなされました。総務省が公表した意見募集結果をもとに一部対象を整えています。通信サービスにおける通信可能容量速度制限は料金プランの根幹となる極めて重要な要素でもあるにもかかわらず、実際には大容量プランにおける速度制限の詳細についてはほとんど消費者に明らかにされていない。具体的にある一社ではプラン紹介として100ギガでも200ギガでも自社回線エリアはデータも制限として広告されており、重要事項説明書においてはお客様に公平にサービスを提供するために有益と認める通信速度の制御が行われるとしている。しかし実態としては0時を基準として1日に10ギガを超える通信を行うと3メガ BPS に規制される。単純な基準による運用が2年以上行われていると考えられ、月200ギガを使うようなユーザーを想定した場合、通常の利用用途範囲内で制限が行われている可能性が高いと考えられる。他社でも実態としてはほぼ制限が行われていないものの、その制限内容の説明は極めて不明瞭である。ここでガイドラインにおいて制限の内容を説明する必要があるとし、その内容が具体的に説明されているにもかかわらず、その後に記載された不適切な例を読むと一切制限がないように装わなければ問題がないとも読むことができる文章になってしまっている。なんかまるで花火さんが書いたようなね送ったようなね、そんな内容だね。名指しことされていないもののね、例示されているのは明らかに楽天モバイルです。この個人が問題視したのは制限を行うことがあるとしているのに、実際は一律かつ無条件に制限がかかるという矛盾です。まあそうだね、おじいもここのとこずっとね言ってたんだけどもね、でもみんなこれね、まあそういう問題は当たり前だよで受け入れてたでしょね。時系列的に考えると、パブリックコメントで矛盾を指摘されたことにより、一定の敷地による一律制限を取りやめることになったと考えるのが自然と言えそうです。以前の連載でも指摘しましたが、楽天モバイルは自社に有利なことは大体的にアピールする反面、自社に不利なことは極力説明を避けようとする傾向にあるように思います。災害が発生した際のウェブサイト上での告知はよく改善されましたが、通信制限に関する説明は改善の余地がまだあるのかなと思います。ただ施策のパブリックコメントの個人の意見にもあるように、他社に全く問題がないかといえばそうではありません。そうだね、業界全体でより分かりやすい形での条件告知を心がけてほしいと思いますね。冗談じゃねえよ、そんなのやってたら釣りになんねえよっつってね、それが本音でしょう。今までの1日 10GB 制限が撤廃されたこと自体は大変喜ばしいことなのですが、楽天モバイルから正式な説明が一切ないことは非常に残念です。特に容量無制限を謳うサービスでは、その例外についてしっかり説明することがリスクを回避する上で非常に重要だと思うのですが、ということです。
ね、でおじいがね、いつも言ってるようにこう何か問題があったとしてもなかなか動かない、指摘をしようが動かない、ね、まあそんな世の中です。で本当にとんでもない問題が発生した場合、例えばレンタル Wi-Fi でね、あの詐欺だとかね、あの契約不履行だみたいな、そんな内容があっても実際にそれが公になってあだこうだってなるまでにだいたい1年半とか2年とかね、そうやってかかってしまうよね。でこの、まあ、電気通信事業法の改正によって本当の無制限が嘘から誠になった、ね、まあ、そう見るか、まあ、もともとそういったものがあったけどもルールが守られていないじゃないか、実態はこうじゃないかっていうね、まあ、そういうパブリックコメントがあってやっぱそこが重視された、本当に重視したのかなどうなのかなっていうのも、まあ、あの謎なんだけれども、楽天モバイルが実際に無制限に使えるようになったっていうね。でもその裏側もう一個考え方があるわけで、そうなんです、まあ、9月にこの電気通信事業法の改正はあったけどもその内容はもともとあったよねって書いてあった点ね、そこのところ考えるとおじいは別のことが頭に浮かんでしまいます。それはなぜかというと9月いっぱいまでは実質タダで使える三木谷氏が言うあの小敷ユーザーの撤廃の最終期限が9月までだったんです。なので、10月からはその小敷分配の配給がなくなった分通常のユーザーに要は通常に使わせることができる。でその小敷ユーザーがどれぐらいだっけね、とんでもない人数がやめたのでそのプラスマイナス相殺してもかなりガクンってこう減った状態でしょ楽天モバイルって。だそこの無駄な帯域がなくなったから実際あの少し使える状態になってるっていう。なので、おじいのとこにいただいたコメントちょっとね検索しきれなかったんだけども、あの食堂制限がなくなったよっていう報告をもらったのと、あとはあの最近ね、ユーザーが減ったので快適になったっつってね、そういうコメントもね確かもらってました。まだ記憶に新しい。おじいが復活した後だからね、ここ 1,2 週間の間にその投稿をいただいてます。なのでね、どっちが本当かはわからない、ね、でもだいたい10月からでしょうね。だこれが本来の姿なんだよね。ちゃんとその使える速度で無制限で使えるよっていうのが本来ある仕事、これはどこのキャリアにも守ってもらいたいことなんだよね実はね。で楽天モバイルにしたらやっぱりその器がちっちゃいので、余分な人がいなくなったことによって、まあ、恩恵が出てきたのかもしれないよもしかして。だから今の現状では楽天モバイルはあんまりユーザーが来すぎても要は余裕のある電波をね供給することが無理ってことなんだよね。だから今現状ではそういうのがなくなってじゃあ使えてるんだったら回るってことじゃん。そうでしょ。だってこれで問題がないんだったらじゃあなんで今までやらなかったのって。ただね、ネットワーク公平性のために制限する場合があるとかってあの文言でやってたわけではないっていうその嘘がバレたってことでしょ結局でしょ。だから10ギガ超えても使うっていうんでみんながみんな1日10ギガ使うわけじゃないんだよ。本当100人に1人とかね50人に1人とか本当それくらいの人しかそんなに使わないよ。1日10ギガ使うって結構大変だもん。だっておじいがステージアライブでiPhone5 かな iPhone5 とか iPhone6 でライブ配信してる時に朝から晩まで夜中までずっと配信しててどれぐらい使うのかってチャレンジを過去にやったことがあって、YouTube のねデータ取りででその時に7ギガぐらいだった。10ギガはね使い切れなかった、
ね、ただスマホで使った場合なんで、動画の配信した場合なんで、パソコン使うと10ギガ超えちゃうよ、それやってるとね、なんだけども、まあ、大体目安としてはそれぐらいなんで、まあ、よっぽどデータの移動がね、あの接続してたらデータを送るんじゃなくて、何かそのデータの通信のやり取りが発生するものがなかったら、で、あのそんなにいっぱい壊ないんでね、データってね、まあ、そういったものも含めて、まあ、みんながみんな近物ではない。じゃあ現状で撤廃して楽天モバイルの回線がパンクしてないわけでしょ。ってことは楽天モバイルは今トラブルがなく回ってる状況ってことだよね、基地局はね。じゃあこれが、じゃあ実質ゼロイコ時期ユーザーが完全にバーッといなくなる前はどうだったんだろうかね。まあ、問題はそこだね。本当だ、楽天モバイルがこれ以上の成長をしても大丈夫なのかどうなのか、ね、まあ、成長する前に楽天モバイル自体がなくなる可能性が、でモバイル自体はなくならないよ、どっかが引き継いでくれるよとかね、もしここまで落ちれば国が出てくるよとか、そういう意見もあるけども、でも楽天モバイルとしてはなくなるでしょ、おそらく。で楽天モバイルとして、残らなければ内容が変わるってことだよね。だ今のまんま他が引き継いでほしい。今のまんま引き継げるんだったら楽天はどん底にならないんです。今の状態でやってどん底になってるから、浮上できないから消えそうなんです。だそんな都合よくはいかないよね。今のサービスのまんまどっかが引き継い、それでどっかが引き継いでプラスになるんだったら楽天モバイルがそのままやってるでしょ、ね、どう考えたってそうでしょ、ね、はい。そんなわけでね、今回は楽天モバイルがね本当に無制限で使えるようになったよっていうことと、まあ電気通信事業部のね会社もあって、本当の無制限に嘘から誠になったんだよっていうことで、まあ、2022年にあった出来事として動画に残しておきます。そんなわけでね、勉強になったよ、ね、シャンコになったよ、ね、暇つぶしだったよって方はグッドボタン教えてもらえるとありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。